Hey guys, El here, welcome back to some more Nikkei. Let's do a 10 shot, shall we? On the friendship point summons. I would like to say I just got a Pilgrim Attack gloves. I still have yet to get a Pilgrim Attack headpiece. It's been almost a year trying to get a Pilgrim Attack headpiece. This game hates me. I'll just say that right now, it absolutely hates me, but hey, let's just go have some fun with the first Christmas event, shall we? Again, this time with actually decent voice acting. Alright, it's time to begin. エリック、現在、アークに使える資源は？半径 2km に限り、最大2週間まで可能です。その程度しか持たないのか？冬だからそれなりに余裕があると予想していたが、飲用水の量は減りましたが、人体の洗浄に多くの水を使っています。ミシリスのせいか、最近新作のボイラーをかなり積極的に売り出していたから。半径 2km で最大2週間か。どこに使っても不満が出てきそうだな。では今回もそのままなかったことに。まあそれ以外に方法がないだろう。うん、少々残念だが。 Don't worry, Ingrid. ミーが目をつけていたプレイスがあるのです。どこだ？ここです。 Mustang points at a place on the map. なるほど、ここならいいだろう。そうだな、皆に平等な場所だ。不満が出ることもない。しかしここはある意味アークではないぞ。エニック、制御できるか？可能です。該当地点の気象システムはアークと同一の回線を使用しています。じゃあ決まりですね。エニック、実行してくれ。はい。それではただいまより全焼基地の遊園地に限定し、2週間雪が降るように調整します。頼んだぞ。15年ぶりか。マスタング、君は全焼基地の遊園地を2週間民間人にも開放すると知らせてくれ。遊園地の全体的な管理と運営も担当してもらえると助かるのだが。イエース！イングリッド、君は全焼基地へ向かうエレベーターの安全と群衆制御を担当してくれ。それからさらに兵力を投入し、全焼基地にやってくるラプチャーを安全に殲滅してくれたまえ。任せろ。では動くとしよう。エルセリングル、マスタング、テイクデルリー。ああそうだ、エニック。はい。メリークリスマス。メリークリスマス、副司令官様。メリークリスマス。ヤッホー、ルパンたち。今ルピーがどこにいるかわかる？全焼基地にある遊園地だよ。見える？雪が降ってるの。今年はここだけ雪が降るんだって。そんなの見逃せないじゃん。だから速攻で来ちゃった。ねえ知ってる？雪が降るのって15年ぶりなんだって。詳しいことはルピーもよく知らないけど、雪を作るのにはたくさんの水が必要らしいよ。だから広い範囲には雪を降らせられないし、アークにはぴったりな場所がなかったんだって。でね、今年のクリスマスも雪がないのって思ってたんだけど、あるかっこよくて素敵でできる指揮官のお兄ちゃんのおかげで全焼基地がすごく発展したから、遊園地を使えるようになってここだけホワイトクリスマスなのってことでお呼びしました。私たちに雪をプレゼントしてくれた全焼基地の主、かっこよくてできる指揮官お兄ちゃんだよ。ほらお兄ちゃん、ルパンたちに挨拶してね。みなさん、よろしくお願いします。What's up, y'all? Come into the house.
Okay, look, I tried playing. I think I just did nonchalant hi everyone before. Let's go balls to the walls on this one. What's up, y'all? Commander in the house. Hi, sticky. そんなわけで、今日は指揮官のお兄ちゃんとショッパフリックチャンネルでホワイトクリスマス特別配信。今日のテーマ、それはズバリ、今日のサンタクロースはこの私、特集。ルピーとお兄ちゃんが一緒に遊園地を回りながらみんなに質問していくよ。質問はランダム。このカバンから質問の紙を引いて聞くからね。質問の答えがいい感じなら交換券をプレゼント。それに書かれてるものと交換できちゃうよ。プレゼントは R ランクから SSSSR ランクまで用意してあるよ。中身は秘密。それじゃあお兄ちゃん行こう。In front of the merry-go-round。Lord and Mike are riding the merry-go-round. Ruby leans over and whispers in my ear. ここのアトラクションは2機も乗れるんだって。後で配信が終わったら大観覧車乗ろう。2人で。Yeah, let's do it. ルパンのみんな見える？メリーゴーランドの前に来たよ。この中の誰かに質問をして。ワン、ゴー、ブラックタイフーン。ルピー、何か変なものを見ちゃったかな。ルピーにパートナー、メリークリスマス。メリークリスマス、シュガー。シュガー、なんでメリーゴーランドの上でバイクに乗ってるの？馬と勝負中なのよ。ブラックタイフーンが速いか馬が速いか。その馬って自動で回ってるだけじゃ。静かに、勝負の邪魔しないでくれる。 Didn't you distract yourself by coming over here to talk to us? Well, that's not a good start, I'd say. いや、シュガーには質問するつもりなかったもん。ミルク、ミルクはここで何してるの？追撃戦の練習中だ。ほら、車にぶら下がって追いかけるやつ。そっか、プリマ聞かないから。Should we head somewhere else? あのね、今回のコンテンツは本当に頑張って用意したの。でも最初からこんな感じで急に自信なくしちゃった。 Don't worry, I do that all the time. わあ、かわいいお姉ちゃんだ。Hey, Ann. ん？Ann flips through her notebook. あ、先生だ。こんにちは。How are you feeling today? 雪が降ってて、すごく嬉しいです。私、雪を見るのは初めてなんです。手帳に遊園地に来るように書いてあったから来てみたんですが、来て正解でした。ところで、隣の綺麗なお姉ちゃんはどなたですか？ Yes, definitely, yes. 先生の彼女ですか？彼女、こんにちは。Yes, definitely. 私はルピーだよ。私たち会うの初めてだよね。はい、はじめまして。よろしくお願いします、ルピーお姉ちゃん。うん、よろしくね。あ、N、お姉ちゃんから質問してもいいかな。答えてくれたらお姉ちゃんがプレゼントをあげるね。はあ、いいですね。じゃあ、ルピー rummages through her bag and pulls out the note that has been folded twice. じゃあ、N への質問いくよ。Was it something about memory? お姉ちゃん、大丈夫ですか？ What's wrong? 今日はちょっと
うまくいかないね。I glance at the note Rupi is holding. What did you do last Christmas? Rupi stands there frozen, holding the note in her hand. Let's draw another one. え？質問は何ですか？私も見たいです。An stands up on her tiptoes, trying to sneak a peek at the slip of paper. N、これは…あ、去年のクリスマスは一日中寝てました。何をしたのか覚えてない日は、だいたい寝てたみたいなんです。そうなの？そっか。じゃあ、答えてくれたから、お姉ちゃんが約束通りプレゼントをあげるね。このカバンの中から一つ選んでくれる？はい。An pulls out a slip of paper from Rupi's bag. 開けてみて。お願い、なんでもチケットって書いてあります。え？ SSSSR 来たそれって何ですか？ N の願い事を何でも叶えてあげるってことだよ。本当ですか？もちろん。最初から切り札が出ちゃってコンテンツ的には心配だけど。それじゃ N の願い事を教えてくれる？私は今年のクリスマスはみんな幸せになってほしいです。Such an innocent wish. そっか、わかった。お姉ちゃんがその願い叶えてあげるね。どうしたらいいかわかんないけど、やってみるね。 How are you gonna pull this one off? お兄ちゃん、何かいいアイデアない？We can always spike everyone's eggnog. We can spread some Christmas cheer. Okay, look. I chose the second one that last time. I'm choosing this one this time. Let's spike the eggnog. It was a joke, okay? It was a joke.Or we could spend some Christmas cheer. Oh, それいいアイデアかも。名付けて幸せ探し大作戦。I mean, hey, repeating this is actually kind of fun. I get to choose the other choices this time. あのさ、N。N さえよければ、今日はお姉ちゃんと一緒に回らない？N がお姉ちゃんを手伝うの。サンタクロースと妖精になるってこと。いいんですか？嬉しいです。でもお姉ちゃんは今配信中だから、 N はちょっと慣れないかもしれないけど大丈夫？配信？はは、私配信に出るんですか？ Yep, that you will. それもいいですね。ありがとう。それじゃちょっと待っててね。ルパンのみんな、今日はスペシャルゲストがなんと2人。私の可愛い妹のエヌだよ。みんな温かく迎えてあげて。こんにちは、エヌって言います。よろしくお願いします。 The live chat is filled with viewers saying hello. Do you really think this is a good idea? 今回の配信アーカイブ動画に残そうと思って。そうすれば今日のエヌの思い出もそのまま残るから、それを N にプレゼントしようと思うの。 That's really sweet of you. N、 じゃあ行くよ。 Rupi extends her hand out to her. はい。 Wait, did I hear Anna? Ungrasp Rupi's hand. Anna? Is that really what I just heard? In the amusement park's arcade.勢いよく出発したのはいいけど、この遊園地に困ってる人なんているのかな。迷子くらいしか思いつかないけど。
We should probably head to a crowded area first. あ、そういえば途中で人がすっごくたくさん集まってる場所がありました。本当？案内してくれる？もちろんです。Soon after. おっと！再び圧倒的勝利！ Oh, wait. エクシア選手、これで82連勝中です！ Yeah, this did happen. 強い！強すぎる！ファイナルクエストの神が降臨しました！ Oh, the events are gonna come back to me now. I remember what happens now. では、次の相手の準備が終わるまで、エクシア選手は少々お待ちください。わかりました。Hey, Exia, what's up? What are you wearing? Oh, 初心者さん、来たんですね。Yeah, I'm here. 私はファイナルクエストのクリスマスオフラインイベントに参加中です。ゲームのコスプレをして、PVP コンテンツをして、コスプレのスコアと PVP の勝ち点を合算して順位を決めるイベントです。今のところ私が圧倒的に1位です。 I didn't know that you would come to offline events. オフラインイベントには参加しないのが心情ですが、今回は1位の商品が圧倒的すぎたので、なんと乗り物なんですよ、速度さんの。それも全サーバーで一つしかないクリスマスエディション。Oh, yes. Gotta get that Christmas edition mount. お姉ちゃんは何のコスプレをしてるんですか？お、初心者さん、この方は、ああ、これはファイナルクエストの乗り物、疾走トナカイのコスプレです。すごく走るのが速いんです。もちろんスピードは同じですが、モーションが速いから速く感じるんです。てか、よく見たらクオリティ高くない？手作りなの？完成品を買いました。そっか。 Just to be safe, I want to ask, are you feeling okay? 初心者さん、あえて言うならば、私は今人生最高の幸せを感じてます。 Well, yes, you're gaming.全国の強者との熱い真剣勝負、約束されたレアなアイテム、これ以上の幸せがあるでしょうか？ A game that doesn't have PvP in it would be my preferred game. At least one that doesn't focus on it and makes me have to do it. I'll have to take your word for that. だよね。ここはこのゲームが好きな人だけが集まってる場所だもんね。幸せエネルギーメガ盛りってことだよね。 In that case, we should probably move on. 不幸、不幸すぎる。 Hey there, maiden. 私は世界で一番不幸だわ。あれ？先生、ルピーお姉ちゃん、あそこに不幸な人が。It's all right. I'm sure she'll get over it eventually. With that, Maiden makes her way over stealthily. ああ、不幸だわ。みんなが幸せなクリスマスに、私だけが不幸だわ。この不幸な私を誰かが助けてくれたら幸せになれるのに。私たちが助けてあげますよ。本当ですか？ああ、嬉しいです。お姉ちゃんもこのゲームするんですか？はい、始めたばかりですが、期待の新星と言われています。じゃあ、どうして不幸なんですか？
ここにいる人はみんな幸せそうですけど、好きなことをすれば幸せになれますよね。それはですね、幸せだから不幸なんですよ。はい。Why she's here? Don't bother trying to make sense of what she says. ダメですよ。どんな事情があるかわからないじゃないですか。N の言う通りだよ。N? お兄ちゃん、さっきから冷たすぎない ？Okay. It's gonna be really weird trying to say N from now on instead of on. I might still just stick with that. Well, if you know her like I do, you'd understand. I'm doing this for your own good. ん？私もこのイベントに参加したいんです。私の腕前を披露して素敵な商品が欲しいんです。自慢したいんです。でも私はいつも仕事で忙しいので、このイベントが開かれるのを知るのが遅くて、バタバタしてしまったのでコントローラーを忘れてしまったんです。ああ、このゲームはキーボードとマウスでもできますが、コントローラーにも対応してるんです。最初からコントローラーだけでプレイしていたので、キーボードとマウスだといつもの 10% くらいの力しか出せません。だからこうして遠くから指をくわえて見ているんです。ああ、なんて不幸なのでしょう。家に取りに帰ったら間に合わない感じ？そうですね、イベントが終わってしまいます。ルピーお姉ちゃん、そのコントローラーっていうものを手に入れる方法はないですか？そうだね、遊園地にはそんなの売ってなさそうだけど。 All of a sudden, Ruby's live chats is flooded with messages. Some viewers say that they can send one via express delivery. え？マジか！ルピー今すっごく感動しちゃった！やっぱルパンたちマジ最高！じゃあこの中からコントローラーをお願いする人を選んで、ルピーのサイン入り特製スタンプをプレゼントするよ。プレゼント交換だね。うん、せっかくならクリスマス限定コントローラーがいいんですが、新発売の商品なんです。重さも 20g くらいで軽いし。そうなんだ。ルパンのみんな聞こえた？クリスマス限定版コントローラーを持ってる人！ Although there are not as many as before, we can still see many messages filling the live chat. Shortly after, Ruby randomly selects a lucky winner. Come sugar. A familiar sound reverberates in the distance. お届け物よ。メリーゴーランドに乗ってなかったっけ？5000全部引き分けで終わったのよ。だから仕事でもしようと思って。ほら、受け取って。クリスマス限定コントローラー。合ってるでしょ？はい、間違いありません。依頼完了。That sugar takes her lead. I wonder if riding a motorcycle in an amusement park is a good idea. Never mind. Let's think about that later. これでイベントに参加できるよね。はい。頑張ってください、お姉ちゃん。勝ってくださいね。ありがとうございます、皆さん。私、必ず勝ちますね。You've got this maiden. Maiden runs. 果たしてエクシア選手に勝てるプレイヤーはいないのでしょうか。おっと、挑戦者が現れました。ハンドルネームはブラックローズ。コントローラープレイヤーです。これは珍しいですね。それではブラックローズ選手は83連勝の犠牲者となるのか、はたまた暴君の行進を止める勇者となるのか。レディーファイ。負けました。それも乾杯。大丈夫ですよ、次は絶対勝てます。
ありがとうございます。 I think we played a healer, right? 実力はいい勝負だと思うのです。私が負けたのはこのコントローラーのせいです。もしかして壊れてました？限定版のコントローラーなのでボタンを押すのがもったいなくて、それで負けました。So you shouldn't have gotten a limited controller, maiden. 大切なものを守るために大切なものを諦めたんですね。 That she did. それは簡単なことじゃありません。すごいですよ。慰めてくれてありがとうございます。本当に優しい方ですね。ひょっとしてまだ不幸ですか？いいえ、心優しい方が気にかけてくれたので今は幸せです。限定版コントローラーも手に入りましたし。あ、これって私がもらってもいいんですよね？うん、あげる。ああ、幸せです。お姉ちゃんが幸せになれてよかったです。私はまた仕事が入ったので行かなくてはいけません。皆さんありがとうございました。メリークリスマス。メリークリスマス、はい、メリークリスマス。メイデン hugs the controller tightly against her chest and leaves. なんかちょっと疲れちゃった。あ、じゃあ今日は休みましょうか。もう暗くなりましたね。いや、もうちょっと遊ぼう。今日はまだまだ終わらないよ。え？明日もあるじゃないですか。明日？はい、実は私もちょっと疲れてるんです。今日はここまでにしてまた明日会いましょう。あれ？二人とも顔が暗いですよ。大丈夫ですか？うん、疲れちゃったからかな。ほら、やっぱりお疲れじゃないですか。無理せず、明日ここで会いましょう。明日の朝8時でいいですか？うん。じゃあ、私は先に帰りますね。お二人もゆっくり休んでください。また明日。うん。明日ね。See you later. Anwen's off in excitement. And Rupi. 大丈夫。動画たくさん撮ったから。明日 N に見せて続きを始めれば大丈夫。明日やれば。N はさ、明日になったらルピーのこと覚えてないよね。あんなにいい子なのにひどすぎるよ、マジで。 Let's get some rest. If we want to make more people happy tomorrow, we'll need our energy. The next morning.Are you okay? どうしよう。ルピーやっちゃいそう。昨日のこと覚えてないのって思わず昨日のこと言っちゃいそう。そして N は訳がわからないって顔をして。 Don't worry too much. 落ち着けないからやばいんだって。Off in the distance, I can see N running towards us. お兄ちゃん、ルピーの手、握って。All day, any day. ミスりそうになったら、ぎゅっと手を握って。いい？ N gradually draws nearer. You're making me feel nervous. 先生、ルピーお姉ちゃん。おはようございます。早いですね。え？え？
What? Nani? 早く行きましょう。今日も幸せ探し大作戦をやらないと。今日はどこに行きましょうか。昨日私たち何したっけ。昨日ですか。限定版コントローラーを届けましたよね。覚えてるの。ルピーお姉ちゃん大丈夫ですか。お兄ちゃんどういうこと。 Christmas miracle. This happened once before. It was because, okay, look, I said I was gonna choose the other choices. I'm not doing that for this. It's a Christmas miracle. だよね。クリスマスの奇跡だよね。いつ終わるかわからない奇跡だけど。Oh wait, there's actually one other one I will choose the same before. ちょっとこっちに来てくれる？ This is what I'm looking forward to the most. Ruby takes Ann by the hand and disappears behind a building. Soon after. じゃあ、ルビーが今日のために用意したスペシャルコスだよ。気に入った？こんなに可愛い服を着るのは初めてです。やった！調節が必要かもしれないから、ちょっと散歩してみる？散歩しながらいろいろ動いてみて。私たちはここで待ってるから、動きにくいとこがあったら教えてね。はい。Anne runs off gleefully. When did you make her an outfit? 昨日マッハで用意しちゃった。サイズが合うか心配だったんだけど、ぴったりでよかった。ルーピー。特別な日にしてあげたかったの。昨日のことを覚えてないなら、せめて今日をもっと特別にしてあげたかったんだ。特別な日に特別な服を着て、特別な人と一緒にいたら、その日は最高に特別な日になるでしょ。記憶消去なんかに負けない最高に特別な日に決めたの。 N に絶対に消えない思い出を作ってあげるんだ。 Alright, let's do it. うん。 Ann makes a way over. ルピーお姉ちゃん、この服すごくいいですね。動きやすいです。本当？じゃあ思いっきり動けるね。もちろんです。ヤッホー、ルパンのみんな、昨日に引き続き今日も幸せ探し大作戦していくよ。今日もよろしくお願いします。みんなこれを食べて幸せになってくれたら嬉しいわ。エマ。いちごワッフル、とっても美味しいです。パフェもいけるっしょ？はい。どっちもとても美味しいですね。でも、先生はあんまり食べてませんね。大丈夫ですか？You two are bottomless pits. もともとデザートは無限に入るんだよ。じゃあ次は何行こっかな。ちょっと失礼しますよ。ポリー・ミランダ。失礼します。あれ、ポリとミランダ、どうしたの。遊園地で帝が変になったという通報が相次いでいるのですよ。ひょっとして何かご存知ですか。味覚が変に？はい、何も味を感じなくなったそうなんですよ。症状を訴えているのは遊園地で食事をした方々ばかりです。違法な食べ物を販売している店があるのかもしれません。マジ？逃げた方がいいんじゃない。いえいえ、失われた味覚はすぐに回復しましたから。たちの悪いいたずらか小さな事故って感じですね。遊んでいる時に何か見つけたらすぐ連絡くださいね。よろしくお願いします。Right away.
With that, Bully and Miranda take their leave. 味覚を失うってどういうことですか? It's when you can't taste any of the food you're eating. It means you it means everything you eat tastes delicious. Okay, I lied. I'm not gonna lie to An. An. I'll never lie to her. I refuse. それはすごく不幸なことですね。こんなに美味しいものがたくさんあるのに。私たち、その怪しい食べ物を探してみようか。幸せ探し大作戦の一部ってことで。どうやって探すんですか？遊園地の食べ物を全部食べてみるの。とってもいいアイディアですね。よし、出発。With that, we try 7 food stalls at the amusement park, but our attempts prove fruitless. My stomach feels like it's going to explode. You don't need to eat everything, right? ほぼ全部回った気がするけど。Not like the girls would be sad if you didn't eat something with them. 怪しいものなかったよね。お腹がはち切れそうです。お。あそこでクッキーを配ってるみたいですよ。Oh, you're full, but you have room for cookies, huh? 最後にあれだけ確認してみましょうか。そうする？せっかくなら手作りがいい。What's wrong? お兄ちゃん、あれ！ I look in the direction that Ruby is pointing. 手作りクッキー。Hey there, Emma. どうぞ召し上がれ。無料ですから。遠慮なくどうぞ。新鮮な材料で心を込めて焼いたクッキーですよ。ああ。Found it. あら、あなたたちも来たのね。Hey, Emma. 今お客さんがすごく多くて、ちょっと待っててくれる？ There's a long line in front of Emma's food stall.She seems to be handing out cookies to every single person. Code Red! Emma の格好と親切な態度にみんな騙されてるんだよ。なんとかしないとみんな味覚がなくなっちゃうよ。クッキー、すごく美味しいみたいですね。私も並んできます。No! あ、先生。急にどうしたんですか？ We're trying to protect your innocence. So she'll be setting some aside for us. So let's not disturb her. あ、そうだったんですね。ポリたちに連絡しよう、お兄ちゃん。What should I say? それは、お兄ちゃんに任せるよ。Thanks, Ruby. Polly.Yes, I think we found the culprit. I'll be right there. No, don't. Huh? Why? Emma is handing out homemade cookies. Oh, right. That really does complicate things. How did everyone manage to recover their sense of taste? It seems to return automatically after about an hour. There are some exceptions who get it back quicker than others.You can also get it back immediately if you drink some carbonated drinks or eat some chocolate. They give your mouth a good washing. They reset the taste buds or something along those lines. Carbonated drinks or chocolate? Yep. I'd give you some, but we're busy handling all the people here. We don't have enough to spare. It's okay, thanks anyway. Sorry about this, but can you handle this on your own?We trust you, Commander. I'll see what I can do. Polly, なんて言ってた? Kinda wish that they would also voice act the phone conversations, but it's fine. Let's set up a booth beside Emma. ワゴン? 何を売るの? Medicine. Okay. ルパンのみんな! チョコとか炭酸水を私たちに送ってくれたら、ルピーが新作のハンカチをプレゼントするよ。もう100人以上送ってくれて、ルピー
ピーめちゃめちゃハッピー。わあ、チョコとドリンクがいっぱいです。 N も食べたい？いいえ、何かに使うんですよね。私は後で残ったら食べます。あれ、また何か届きましたよ。私が運びます。一緒にやろ。ルピーお姉ちゃんはやることがあるじゃないですか。私が運びますよ。 Anne hurries over and signs for another delivery of carbonated drinks and chocolate. We have to ensure we are fully prepared before Emma starts handing out cookies again. Once again, the line in front of Emma's booth begins to grow. The line doesn't seem to be shrinking. そもそもあんな格好でいらっしゃいませ、クッキーどうぞ。なんて反則だよ。 You can say that again. そこ認めちゃうんだ。そっか。 Are you getting jealous already? Actually, I think you wouldn't look half bad in that outfit. Oh yeah, we did say this. And what happened a year later?We still don't have Rupee in this outfit. やっぱり？じゃあ今度着てみようかな。I'll be sure to wear it next time. Yo, shift up. It's been a year. Where's Rupee in this outfit that Emma's wearing? I mean, obviously you need to spice it up a bit more to not look exactly like Emma's, but... Where's Rupee's Christmas outfit? Again. Rupee が来たら何してくれるの? I'll call you over to my room for a private discussion. I'll wear the same outfit too. Oh my god, that's still so funny. But no, no, I refuse. This is my favorite choice right here. I will call you to my room for a private discussion. ちょっと? やばいって! お兄ちゃんどうしちゃったの?Okay. まあ、お楽しみはとっといて。Okay, her reaction is just as how I imagined it. そろそろ動きそうだな。私たちも準備しよう。数が足りないのは残念だけど、仕方ないよね。That was so worth it. ちょっとでもたくさんの人を助けることに意味が。お姉ちゃん、ルピーお姉ちゃん。炭酸水とチョコレート。お届け物よ。What's up, Sugar? 今回はちょっと多いわね。Behind Sugar sits several pallets of boxes. What's all this? タレント舞台からよ。うちの舞台が？そうよ。それじゃ行くわね。依頼完了。I still really badly want to call her to my room for a private discussion. Oh god, what did I try to do for Rupee's voice? OMG, 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 OMG! When did you all prepare all of this? I've been watching your live stream, and it looked like you needed a hand. The two of us split the cost. Hopefully this will come in handy. I'll pay you guys back. How much was it? Please.It's just carbonated drinks and chocolate. How much can it cost? So don't worry about it. Just take good care of Anne. And don't leave any regrets. Rupee. We will. My squad is the best. Thanks, everyone. Tis the season to be jolly, right? Consider it an early Christmas present. Merry Christmas. Merry Christmas.Merry Christmas. よし、それじゃエマと真っ向勝負よ。真っ向勝負です。勝とうね、エヌ。勝とうね、エヌ。Technically. はい、必ず勝ちます。Oh, no, so it's fine. I'm not exactly sure how this became a competition, but let's win this.クッキーもらえますか？もちろんですよ。
はい、どうぞ。へえ、形もとても綺麗ですね。私の手作りなんです。どうぞ召し上がれ。はい、ありがとうございます。あれ、なんか舌がちょっと。ちょっと待ってください。炭酸水とチョコレートもどうぞ。な、おまけでくれるんですか。はい、あちらでクッキーを受け取った方におまけで差し上げてます。じゃあ遠慮なく。はい、ありがとうございます。終わり？はい、終わりました。ふぅ、大変だったね。お疲れ様。エマもお疲れ様。実は今回のクッキー、水分と甘みがちょっと足りない感じだったのよね。あなたたちのおかげで足りない味が補えて全部配ることができたわ。また一緒にやらない？私たち相性良かったと思うんだけど。うん、考えてみるね。みんなに何かを配るのってとても幸せなことですね。あら、あなたエヌなの？はい、こんにちは。まあ、なんて可愛らしいのかしら。本当に妖精みたいね。She truly is a fairy. お姉ちゃんもサンタクロースみたいです。ありがとう。あ、クッキー食べる？少し余ってるんだけど。いや、私たちは今お腹いっぱい。はい、ぜひ。はい、どうぞ召し上がれ。ありがとうございます。Unbelievable. N. Oh, とっても個性的な味ですね。そう？気に入った？はい、気に入りました。優しいのね、N は。Emma gives Anna a hug. また今度。作ってあげるわね。今食べたクッキーの味忘れちゃダメよ。はい、ありがとう。お姉ちゃんとっても温かくて柔らかいですね。プニプニで。あら、先生、このお姉ちゃん本当にプニプニで温かいです。プニプニ、は、I am well aware. へえ、よく知ってるんだ。Oh, crap. Wait, what did she just say? I wasn't paying attention. What? Come give it a try, too. She's super warm and cuddly. This is what you get for not paying attention. Poopy? I'm sorry. なんでかな。Wait, I think I chose the same choice as last time. Aw, crap, I fell for the same trap twice. Oh no. I'm just kidding. I'm trying so hard to remember how to say this in Japanese. I can't. だといいよね。それじゃ、次の幸せ探し大作戦、いっちゃうよ。あの、What a clingy girlfriend I've got right here.今日は休んじゃダメですか？ちょっと疲れちゃって。そうする？はい、ごめんなさい。全然いいよ。じゃあ今日はここまでにして、また明日絶対会おうね。はい。 The next day N、
来ないね。予想はしてたけど、本当に来ないなんて、ちょっと悲しいかも。ごめんなさい、急にお腹の調子が悪くなって。昨日ワクワクしすぎて食べ過ぎちゃいました。あ、お待たせしました。ううん、私たちもさっき来たところだよ。And? はい、先生。 Are you not tired? Does your head hurt? 全然大丈夫です。すごく元気です。Make sure to let us know if you feel unwell. はい。 Ready to go? はい。 After taking Ern's hand, we start walking forward. I don't know when the time for the separation will come. That's why I hope to never forget this moment. On the surface. ここさえ突破すればいいんだよね。はい。この先にある建物で間違いありません。ちょっと深呼吸してっと。ゆっくりで大丈夫ですよ。ふう、オッケーだよ。じゃあ行きますか。うん。4 hours ago, in the midst of our mission to spread Christmas cheer, we find a mass-produced Nikkei in a trance at the amusement park. 大丈夫ですか。あ、ごめんなさい。もしかして私に何か用？はい、大丈夫ですか？なんでそんなこと聞くの？悲しそうに見えたからです。大丈夫よ、子供は気にしなくていいの。じゃあ大人は気にしてもいいってことね。私たち今幸せ探し大作戦をしているんです。何かあったなら私たちが幸せにしてあげます。何それ、バカみたい。好意をバカだなんてある意味すごいよ。あ、悪かったわ。クリスマスになるとちょっとダメなのよ。何があったのか教えてくれませんか？私には人間だった頃の記憶がほんの少し残ってる。おかしなことに他のことは全部忘れたくせに、15年前のクリスマスだけは覚えてるの。私に残された唯一の記憶なのに悲しいんだ。どうして悲しいんですか？二度とあの日は戻ってこないから。クリスマスを一緒に過ごした家族はみんな死んで、私だけが生き残った。だからクリスマスが近づくと家族のことを思い出して苦しくなるの。家族と一緒に何をしたんですか？ツリーを作ったわ。小さくて地味なツリーだったけど、家族みんなで作ったの。不器用なりに一生懸命作って、なかなかの出来栄えだったわ。それで苦しくなるの。なんでこんな記憶だけが残ったんだろう。いっそ何も残らなければよかったのに。そんなことありません。あ、思い出は大切です。そんなこと言わないでください。ツリーはどこにあるんですか？知らない。地上のどこかにあるかもね。嘘言わないでください。覚えてますよね。どうしてわかったの？すごいわね。だからといって私が地上に行くことはできないでしょう。 Yeah, we can, as long as どこの指揮官がたかが量産型ニケのクリスマスツリーを探しに地上に行くと思う？
I'll take you up to the surface. そうです。先生なら探しに行ってくれます。うんうん。ちょっと、いきなり何を言い出すの？クリスマスツリー。大切な思い出がこもったクリスマスツリー。私たちが見つけてあげます。On the surface. よし、行くよ、エヌ。はい。ルピーお姉ちゃん、クリスマスツリーを見つけに。クリスマスツリーを見つけに行くよ。エンカウンター。 That is correct, right? The mass-produced Nikkei stares at the shoddy Christmas tree for some time. The corner of her lips raise up in a light wisp of a smileShe moves forward and takes a Christmas tree in her arms. There she remains motionless for a long time. Shiawase so desu ne. Um. Omoide ni wa dareka o asoko made shiawase ni suru power ga aru n desu ne. Omoide dake demo ikite ikeru tte iu jan.今日の配信はここまでだよ。美味しいものでも食べに行こう。はい。もう、エヌ、どうしたの？ Are you not feeling well? いいえ、大丈夫です。じゃあ、どうしてそんなに悲しそうな顔してるの？幸せ探し大作戦、続行の方がいいかな？はい。Nは何をしたら幸せになれそう？私は今ルピーお姉ちゃんや先生と一緒にいれて幸せです。もっと大きな幸せがあるんじゃない？ Nが心から願ってることとかさ。Nは、私の言うことよく聞いて。自分が信頼できる大人にだったら話してもいいんだよ。自分が本当にしたいことや何をすれば幸せなのかってこともね。わがままも言ってもいいし。でも N は私のことを信じてるでしょ？はい。お兄ちゃんのことも信じてるよね？信じています。じゃあ話してみて。子供はそれでもいいの。子供なんだから。私は幸せでした。さっきまで本当に幸せだったんです。できたんだね、新しい願い事が。はい。クリスマスツリーを探してきてからかな。はい、そうです。話してくれない？私聞きたいな。お兄ちゃんもそうだよね。 Right. あの、その、私、お母さんに会いたいです。 Miracles no end. Miracles no end. 覚えているのは世界で一番綺麗な笑顔。私を見て笑ってくれた顔。私を抱きしめてくれた腕。幸せがいつも隣にいた。その次に覚えているのは、くたびれた顔。冷たい視線。私はその顔をよく知っている。諦めることを決意したその顔を、私は何度も見てきた。一番愛する人のその顔は、絶対に忘れられない記憶となった。初心者さん、今何を言ってるか分かってますか？ I do. いいえ、
初心者さんは分かってませんよ。ニケが人間だった頃の縁を探す、それも家族を。どういうこと？何がダメなの？ルピー、一つ聞いてもいいですか？人間だった頃の記憶を持っていますか？うん、持ってるよ。家族のことで覚えていることはありますか？そりゃ、もちろん。あれ？私もありません。家族は人間だった時のことを諦められなくする最も強い呪縛です。地上へ向かって人の代わりに戦うことも、人の命令に絶対的に従うこともしたくない。私には家族がいる。私はまだ人間だって考えさせるでしょうから。 So that means all memories of your family are erased when you become a Nike? その通りです。ニケをニケとして使うために家族に関する記憶を消すってこと？単純にそのためだけではありません。ニケが元の家族を家族だと考えても、家族もそうだと思う保証はありませんよね。理解できないんだけど。ニケは基本不滅の存在です。赤ちゃんだった妹がいつの間にか私よりも老いてしまう。そこで違和感を感じるのはニケの方でしょうか、ニケの家族の方でしょうか。ニケの死亡率は高いです。その中で最も高い死亡要因はもちろん地上での戦闘ですが、過去地上での戦闘と一二を争う死亡要因がありました。家族と出会った直後です。まさか。はい、その違和感に勝てず自ら命を終わらせてしまうのです。思考転換率も異常なほど高かったのです。それだけリスクが大きいという話です。家族と会うというのは。その後ニケの生産時に家族に対する記憶を消すことが基本となりました。とはいえ家族と会うこと自体は違法ではないです。違法じゃないの？家族の方から強く希望されることもありますから、当然その後のことは誰も責任を負いませんけど。よかった。じゃあ N の家族を。ルピー、 N がどうなると思ってるんですか？それが N の願い事だから。ふん、ここのところN の記憶がずっと保たれていると言ってましたね。その原因は分かっていますか？クリスマスの奇跡？はっきり言いますと、かなり危険な状態に見えますね。私に言わせれば、高圧線を手で触ったのに、わあ、ビリビリしない、これは奇跡だ、
だからずっと握っていようって言ってるのと同じです。 N の記憶が毎日リセットされるのは心苦しいことですが、今は明らかに正常動作していない状態です。この事実を正式に報告して助けを求めるのはいかがでしょうか。 When you say superior, 主演にです。何言ってんの、このことを知って主演がじっとしてると思う？じゃあ N をそのままにする気ですか？いつどうなるか誰にもわからないのに。しかし主演にはわかるはずです。ミシリスの CEO でもありますし、ニケに関しては天才と言われていますから。でももし N が元に戻ったらどうするのよ。そうならない可能性もありますよね。何より死ぬよりはマシです。とりあえず現状を把握してから家族を探しても遅くはないでしょう。初心者さん、奇跡の仮面をつけた爆弾を抱え続けるつもりですか？ Gee, such a great way to put it, Exia. 用事は終わりましたか？うん、待たせちゃった？いいえ、あちこち見てました。楽しかった？はい、初めて見るものばっかりでとても楽しかったです。そう？実際に行ってみたい場所はある？いっぱいありすぎて答えられません。じゃあ、あのすっごく高い建物が見えるでしょう。あそこに行ってみようか。わあ、あそこは何ですか？ミシリスインダストリーって言って、不思議なものがたくさんある場所だよ。いいですね、行ってみたいです。うん、それじゃ今すぐ行っちゃう。はい。ウーピー、もし主演が N に変なことしたらただじゃおかないから。 Exactly, that makes two of us. Man, Ruby saying that she will make sure that Shuen wishes that she was dead makes me love Ruby even more. It's so great.検査中だから5分くらいかかるわよ。本当に検査だけ？何回言わせるのよ。何をするにしたって検査は必要でしょ。いきなり頭でも開けると思った？リクエストしたやつは？まったく。クリスマスソングも流してあげたし、機械音もピコピコみたいな幼稚なやつに変えたし、キラキラ光るライトもつけてあげたわ。満足？それなら OK。 それより意外ね、お前私のこと嫌いなんじゃなかった？よくこんなことを報告する気になったわね。 I always hate your gutsI always wish something terrible upon you every single day that I see you show up in one of these. You're not wrong. It's not a report to asking for help. 助けてほしいなら土下座でもするべきじゃない？ 土下座？ How dare you? Do I look like I'm here to joke around with you? まあ、私もおふざけは趣味じゃないし。詳しいことは検査結果が出ないとわからないけど。妊婦がエラーを起こした可能性が高いわね。妊婦 is capable of malfunctioning. そう。まあ妊婦も完璧なわけじゃないから。
Sounds to me like you're uncertain. そうよ、わかんないのよ。私だって何もかもわかってるわけじゃないんだから。Yes, you are. そもそも、どこから来たものなのかだって誰も知らないし。検査結果が出たわね。どれどれ？予想通りだわ。妊婦の一時的なエラーと判断。じゃあどうすればいいの？放っておけば元に戻る。妊婦には自己修復能力もあるから。いつ戻るの？さあね、妊婦のみぞ知るってわけよ。そんな無責任な言い方ある？おい、こっちはクリスマスにわざわざお前らの相手してやってんの。そりゃうちの会社の鉄くずが誤作動を起こして問題になったら困るけど。誤作動は一時的なものだって分かったし、問題も起きないって結論が出たんだからもういいでしょ。無責任？これ以上何をしてあげればいいの？あの鉄くず、戻ってくるからとっとと連れて帰ってよ。One more question. 何？ Do you know anything about Anne's family? は？家族？家族？おい、ニケが家族と会ったらどうなるか知ってるの？ We know. 知ってるのにその発言。意外と性格悪いのね。We've made our decision. Just tell us what you know.お前さ、責任。ま、いいや。好きにすれば。母親はまだ生きてるはずよ。情報を送ってあげるから探してみれば。That was easy. A little too easy. じゃ、いらないの。私はどっちでもいいけど。一言余計なのよ。ありがとうございますって言っときゃいいのに。鉄くずが入り口で待ってるわよ。ほら、とっとと帰って。はい、これ。ルーピー編集アンドスモーボックス。何これ？一流パティシエが作ったクリスマス限定ケーキだよ。クリスマスじゃん、手ぶらで来るのはちょっとね。持って帰って。そんなゴミは食べないから。ここに置いていくね。食べてみて、美味しいから。Vupi and I leave Shuen's room. あそこ、あの看板の上に。よく見えません。S って文字見えるでしょ？その上だよ。S の上ですか？あ、いた！三毛猫ですね。とっても可愛いです。でしょ？マジ可愛いでしょ。もっと近づいてみる？え？近づいたらびっくりして逃げちゃいませんか？そーっと行ってみよう。 I glanced through the information I received from Shue. Angelina, female 45 years old, unemployed. It is Anne's mother.Her address is 445021 Indy Street. That's about 10 minutes of walking distance from here. ニケが元の家族を家族だと考えても、家族もそうだと思う保証はありませんよね。 Is it right to allow Anne to meet her family? 毛づくろいしてる。かわいい。触るのは難しいですよね。警戒心が強いだろうから、今はここから見るので満足しとこ。もう少し仲良くなったら挑戦しよっかね。はい。N、まだお母さんに会いたい？いいえ、大丈夫です。え、どうして？ルピーお姉ちゃんと先生が困るじゃないですか。何言ってるの？そんなことないよ。
大丈夫です、無理しないでください。私は本当に大丈夫ですから。あのね、N、 私たち N のお母さんを見つけたの。え、会ってみる？会いたいです。でも N が傷つくかもしれないの。覚えてないかもしれないし、喜んでくれないかもしれない。それでも大丈夫。ルピーお姉ちゃんと先生は大丈夫ですか？ん？私が傷つくのを見ても大丈夫ですか？二人が大丈夫じゃないなら会いません。私は我慢すればいいですが、二人が悲しむのは嫌なので。 N はどうしてそんなに。 Let's go. 先生、 Let's meet her. It doesn't matter who gets hurt, since we'll be there for each other. はい、そんな気がします。 Let's go meet her.ここですか？うん、明かりが消えてるから家にいないみたいね。ここで待てば来るんじゃないかな。私すごく緊張してます。私もだよ。 I'll go buy something hot to drink. 一緒に行きます。ダメ、 N はお姉ちゃんとここで待たなきゃ。お兄ちゃん、私はコーヒーをお願いね。 N は何にする？あ、私は I'll buy you a mild coquette if there are any available. え、ありがとうございます。 Just as I turn and take a step, I nearly walk right into a woman with a flabbergasted look on her face. Are you Angelina? そうですが、皆さんは？もしかしてミシリスからいらっしゃったんですか？いや、私たちは。すみませんが、もう一日待ってください。すぐにお渡し。もしかしてあなた？こんにちは。N なの？お母さん。 Angelina turns and sprints away. There she goes. What? I'll follow her, Ruby. Take care of Ed. I run after Angelina. I chase her through the alleyway and streets.The moment I arrive downtown, my phone starts to ring. Oi! あった？ Excuse me? あの鉄くずと母親は会ったの？ Not yet. So? I'm very busy right now, so get to the point. ちょっと気になったから調べたんだけど、あのアンジェリーナって女が申請したみたいよ。 What do you mean? あの女が自分の娘を鉄くずにしてくれって頼んだのよ。その申請が通ってあいつが鉄くずになったってわけ。 Shuen's words stopped me dead in my tracks. Her revelation error etched in my mind. もしもし、聞いてる？ちょっと壊れてんの？ねえ。 I'm listening. あっそ、わかったでしょ。よく考えることね。合わせるかどうか。合わせるのは勝手だけど、お互いショックで何かあったら後味悪いでしょ。
At this juncture, I seem to have lost Angelina. So I better start heading back to the others. I'm sorry, I tripped and ended up losing her. そっか。まあ、住んでる場所は分かったからさ。N、大丈夫？どうして逃げたのでしょうか。私と会いたくなかったのでしょうか。プレゼント。え？ N のお母さん、クリスマスプレゼントを忘れてたのよ。それで買いに行ったの。ありがとうございます、ルピーお姉ちゃん。大丈夫ですよ。私、自分のことばかり考えてました。お母さんは私に会いたくないかもしれないのに、一人で浮かれて。違う。違うよ、N。きっと、何か事情があったんだよ。お姉ちゃんが、絶対会わせてあげる。いいえ、大丈夫です。私は、ルピーお姉ちゃんと先生がいればいいんです。だから本当に大丈夫です。大丈夫です。N、今日はお姉ちゃんと一緒に寝る？お姉ちゃんと楽しく遊んで一緒に寝よう。はい。Ruby stares at me intently. In a way, she is telling me to find Angelina. I nod my head and walk away. With that, I scour through what I felt like every square inch of the arc. Even so, there is no trace of Angelina. Perhaps I will have to wait for her in front of her house again. If her actions are in any indication, I highly doubt she will make an appearance anytime soon.Exia. What is it? Can you help me locate someone? I'll need something to go on. The name is Angelina, female, age 45. Okay. I'm more than happy to help, but I must remind you, we're operating well outside the boundaries of the law here. We can't make this a daily occurrence. I won't, and thanks, Exia. Hold on for a sec. Sure. I've got something. Well, that's odd. What is it?She covers the same route every single day, but she goes to 7 different places. She only stays at her house for 4 hours a day. According to her file, she's unemployed, so she can't be working. Something about this seems off to me. Can you tell me more about those other locations? Sure, I'll send you a message. Now, judging from her previous patterns, I can give you a route estimate of her whereabouts. Thank you. Don't mention it.The location Exia sent is the Cosmo Burger number 3. In front of the burger joint. Where's Anne? 眠ったのを確認してから来たよ。ここなの。 Yes. じゃあ、今すぐ入ってみ。 The entrance opens and Angelina walks out. She heads inside the store and waves at someone.After checking the time, she begins to walk faster. お兄ちゃん、早く追いかけよう。 No, we need to keep our distance. She spends almost every day walking to the exact same location. There must be some kind of reason. After several hours of trailing Angelina, she begins slowing down and I call out to her. Wait. Can we talk for a moment? N はいませんよね No? うん。いないよ。She emits what appears to be a sigh of relief. ミシリスからいらっしゃった方たちではないようですね。N を私の前に連れてくるなんて、何を考えているのですか？何かあったらどうするつもりで？何かあったらって。それは当然。N に恨まれてるかもしれないから。母親が自分をニケにしたってことを知れば、恨むかもしれないと思った。
してそれを。どうしてそんなことができるの。娘でしょ、家族でしょ、お金でも受け取ったの。お金、お金ですって。何も知らないくせに勝手なことを言わないでください。私だってやりたくてやったわけじゃ。そもそもあなたたちは誰なんですか。いや、Nとはどういったご関係で。私がNの母親だと知った経緯は。どうして私を責めるのですか。こっちの質問に答えてよ。あなたこそ。 Both of you calm down. お兄ちゃん、この人が。I'm Anne's commander. Anne told us she wanted to meet her mother. それは一体。N は毎日記憶を消去されているのでは。私に会ったって何も残らないはずですが。I'm not sure myself, but the fact is that she does remember. It's not clear whether or when. It's not clear whether or when her memories will be lost again. Before that happens, I want her to meet her family. それはできません。どうして。私はお金を稼がなければなりませんから。どういうこと。30分くらいなら大丈夫です。寒いですから家で話しましょう。3人座るには少し狭いかもしれませんが。 With some difficulty, the three of us managed to sit down in a cramped room. ごめんなさい、水しかなくて。 It's okay. N は元気ですか。うん、元気だよ。よかったです。あの、どういうことか話を。 N が10歳の時、脳に異常があることが分かりました。記憶力が良すぎるあまり、脳がその負荷に耐えられなかったそうです。超高解像度の写真を1秒あたり30回ずつ撮るのと同じだと医師は言っていました。このままでは1年も経たず負荷に耐えられず死んでしまうと。治療はできませんでした。命を救う唯一の方法は N をニケにすることでした。もちろんニケになったからといって脳の異常が治るという保証はありませんでした。Because they use human brains in Nikes. はい、それ以外に N を助ける方法はなく、申請をして N はニケになりました。量産型にもなりませんでしたね。 N は健康だった頃の N になりました。幸せでした。脳の異常が再発するまでは手の施しようがありませんでした。ニケになったのに避けられなかったのです。その時ミシリスに提案されました。ニケの脳を制御する手段があり、これを使って毎日記憶をリセットすれば全て忘れてしまうが生きられると。それなら毎日私が訪ねていって N の記憶をよみがえらせればいいと思いました。死んでしまうよりはいいでしょ。ただお金が必要だったのです。脳をリセットすることは高度な技術だから、お金がたくさんかかるのだと。それも毎日だからさらにお金がかかると言われました。あちらからしてみれば N はただのニケにすぎません。大金をかけてまで生かしておく必要はなかったのでしょう。廃棄すればいいだけのことですから。
から。そのお金は毎月、私が払うことにしました。今も払っています。いくら？金額が大事ですか？大事なことは、N がずっと生きているということです。So you couldn't meet N because you were working to earn money. はい。それもありますが、ミシリスが言っていたのです。絶対に、N と会ってはいけないと。家族に対する記憶は強すぎるので、記憶をリセットしても、消えないことがあるそうです。リセットシステムにエラーが生じると、重大な問題に発展する恐れもあると。実際に、何回か N に会ったことがあるのですが、その度に事故が起きたそうです。What do you mean by accidents? 自傷行為に及んだそうです。それで、N と会うのはやめようと思ったんです。もう会おうとは思っていません。ですから、お二人のお気持ちは嬉しいのですが、すみません。私の小さなわがままで、N を危険な目に遭わせるわけにはいかないのです。もうお引き取りください。私は少し寝てから、また仕事に行かないといけないので。She takes the cleaning supplies and heads inside the public restroom. She scrubs and scrubs at the filth. Her shift is over. She quickly washes up in front of the sink, then goes to the grocery store. She moves heavy boxes for hours without a break. Her shift is over. She eats the food her boss gave her while running to her next job. She enters the fast food store. She takes orders, makes the food, and cleans the hallway. Her shift is over.She quickly downs a soft drink and she's off. She enters a restaurant. She prepares the food and serves the food to the customer. Her shift is over. Once out the door, she runs. She enters the tavern. She cleans the vomit and spilled drinks off the floor. She takes all the verbal abuse from drunken customers. Her shift is over. She walks fast, she eats. She enters a high-rise building.She cleans the elevators and the stairway. Her shift is over. She walks briskly, not even taking the time to brush off her soiled clothes. Her walk becomes slower. Fatigue is setting in. Her steps begin to drag as if heavy weights are attached to her feet. She walks down the alley to her house. After a short shower, she turns off the light. Another day done. Morning is coming. She takes the cleaning supplies and heads inside the public restroom.In Miss Lee's Industries headquarters. どのようなご用件でしょうか。社長に会いたい。あの、社長というのは会いたい時に会える人だと勘違いしているようですが、一度や二度ならまだしも、毎回好き勝手にされますと。I ignore her and walk past. 無視。あの怒った顔、面白いことが起こりそうですね。Yeah, something interesting. In Shuen's room. Shuen! 今すぐ出てきて! Shuen was eating the cake Ruby brought her and is just desperately trying to clean up. 何よ! 何勝手に入ってきてんの? いくらなの? は? アンジェリーナさんから受け取ってるお金! いくらなのよ! わけわかんないことをいきなり何? それに…誰に口聞いてんの？大体お金？誰から受け取ってるって？名前も覚えてないの？エナのお母さんからもらってるんでしょ？しかも毎月。ふざけないでよ！なんで私が一般人から金なんか受け取るの？ She told us everything. そんなに惜しいの？記憶消去にかかる費用が。私が払う100年分いや1000年分払うからいくらでも言ってちょっと待ちなさい話を整理すると
私がリコール&リリーズの鉄くずの記憶消去を毎日してあげる対価として鉄くずの母親から毎月お金をもらってるって。 Yeah. Are you saying that's not what's happening? お前たち、そこから一歩も動かないで。 Shuen pulls out her cell phone. 私よ、リコール&リリーズの関係者、5年分の口座入金記録を全部チェックして、給料以外に他のところからお金が入ってきてる。そう、入金者の名前は何人いるの。そう、そのとも全員クビにして訴えるわよ。財産は全部没収、厚生官に送るか追放して。やりすぎ。お前もクビになりたい？ミシリスの名前を使ってそんな真似をしたのに、やりすぎだって。ああ、いいわ、じゃあやめて。イングリッドに連絡してシージペリラスを借りるわ。面倒なことをするくらいなら頭に風穴開ける方が楽でしょ。はあ、極端。もっと極端な考えになる前に、そのども全員処分して、入金者にはしっかり保証をすること。わかった。 Shuen puts down the cell phone. おい、悪か、もう。 You can do it. そういうことだから、綺麗に片付けるわ。約束する。Are you telling us that you didn't know? 私だって会社のことを全て知ってるわけじゃないんだって。それに私たちは一般人から金を巻き上げることはないわ、絶対に。だからメディアへのリークは。条件があるの。何よ。 N のお母さんにしっかりした健康診断を受けさせて、その後のケアにも責任持って。わかった、約束するわ。 I suppose it's also a lie that Anne can't see her mother. そんなことまで言ってたの。ほんとめちゃくちゃじゃない。鉄くずと家族が会うかどうかはあくまでも本人たちが決めることよ。そんな規則あるはずないでしょ。 OK。 じゃあもう会ってもいいんだね。 Yeah。Yes. お兄ちゃん、どうしたの？ This was easier than I thought. いいことじゃん。I suppose. それじゃ、行こう。N が待ってるよ。あの、どういうことか説明してくれませんか？突然大金が入金されて、もう。ミシリスにお金を払わなくてもいいと。うん、私たちが全部解決したよ。あ、 N と会ったらダメっていうのも嘘だって。だからもう好きなだけ会えるよ。行こう、 N が待ってるから。どうしたの？私は N と会えません。会う資格がありません。いきなり何言ってるの？母親が娘に会うのになんか資格が必要？すみません、私はその。 There's no need to be ashamed. もう騙されてたんだから、悪い人のせいなんだから。そういえば、I knew something wasn't right. It was all too easy. I've never seen a problem resolved so quickly, not in New York. If you had gone to Miss Lee's and spoken to Shuen, you could have resolved this ages ago. What sense does it make for an ordinary citizen to foot the bill in order to take care of Anike? お兄ちゃん? どうしたの? Why aren't you refuting any of this? You knew all along, didn't you? You knew you were being had the entire time.
んで何も言わないの？Why are you doing this to yourself, slaving away day and night? You didn't need to. ねえ、何か言ってよ。言われてみたら、確かにちょっと変。私は。N、お母さんだよ。お母さん？うん、お母さんよ。お母さんってなんだっけ。手帳を見ないと。あ、お母さん、お母さんなんですね。そう、お母さんよ。やっと思い出した。会いたかったです。私もよ。今日は何をして遊ぼうか。公園に散歩に行きたいです。え、公園には昨日も行ったでしょ。え、昨日？昨日公園に行こうか。はい。はあ、このコロッケとっても美味しいです。こんなに美味しいものを食べるのは初めてです。毎日食べてるのにそんなに美味しい？はい。ああ、いいのよ、早く食べて。おばさんは食べないんですか？N、私はお母さんだって何回。あ、いいのよ、おばさんは大丈夫。 N、 お待たせ。え、どなたですか？お母さんよ。ん？お母さんってなんだっけ。手帳を。あ、お母さんでしたか。そうよ。お母さん、はい。これはコロッケです。この間一緒に食べられなかったので取っておきました。ちょっと冷めてますが、それでも美味しいですよ。昨日食べたでしょ、一緒に。え？毎月これだけの金額を入金してください。そうでなければ娘さんの管理はできません。得意体質なのですぐに壊れてしまうでしょう。こんなに払わないといけないんですか、毎月。はい、娘さんの命を救うためだと思えば安いものだと思いますが。でもこれはあまりにも。これだけ稼ぐ必要があるなら日常生活なんてなくなりますね。 N に会うこともできませんよね。しかし、そうすれば娘さんを助けられるのです。わかりました、払います。毎月 N を助けられるなら、 N が生きてさえいてくれるなら会えなくても構いません。ええ、それでいいです。なんでそんな。なんでそんなことできるの。娘なのに、お母さんなのに、なんで。2年頑張りました。2年間一日も欠かさず私が N の母親だということを教え、 N の望みを毎日聞いてあげました。ある日はおばさん、ある日はすみません、ある日はお姉さん、ある日は先生。私が母親だと教えなければ、ただの一度でさえも
私をお母さんと呼んでくれたことはありませんでした。心が折れるというのがどういうことかわかりますか？何も期待しなくなり、何もしてあげたくなくなります。どうせ全部忘れてしまうから。 Not now. She remembers now. いつ元に戻るかわからないのでしょう。一瞬の奇跡を見て、またあれを繰り返せと。その奇跡が続いて1年、2年持ったとしましょう。幸せな時間を過ごして、思い残すことがないほど幸せな時間を過ごして、 N がまた元に戻ったら、そうなったら、私は、それまで N との思い出を重ねた私は、翌日その可愛らしい娘を見て、昨日まではお母さんと呼んでくれた娘を見て、私があなたのお母さんよと話さなければならない。私は私は N に会いません。ただあの子が生きていることだけを願いながら、遠くから見守るだけです。それが私が母親としてできることですから。 Weary and defeated, Angelina walks away. Wait, did I just say Angelita? Angelita, yep. Was it spelled Angelita the first time this came out, or did they somehow do a mistake while putting it here in the records? Ruby and I are left stunned. Neither of us can begin to imagine the immensity of the burden she carries. Simply hearing the sad tale alone has rendered us dumbstruck. One week later. 時間になったからオーブンから出してみましょう。はい。さあ、うまくできたかしら。 Heat wafts out as Zahn opens the oven door. Pleasing aroma fills the air. いい香り。成功したみたいね。本当ですか？どれどれ？あ、こ、ん？どうですか？うん、おいしい。私が作ったものよりおいしい気がするわ。本当ですか？お兄ちゃん、ちょっとわかんないんだけど、エマが自分が作ったものよりおいしいっていうのは本当においしいってこと？それともエマが作ったやつの強化版ってこと？ It is when Emma believes that her cooking is actually good. Good question. 先生、ルピーお姉ちゃん、私が作ったクッキーです。食べてみてください。 There is nowhere to hide. はい、あーん、あーん、おいしい。 Much to my surprise, the cookie is absolutely fantastic. ありがとうございます、エマ。おかげでクッキーの作り方も覚えられました。N が上手に作ってくれて私も嬉しいわ。あら、私ったらジャムを作りかけでそのままにしてたわ。Why are you boiling jam? 後でアークにも配りに行かないといけないから、今日はお先に失礼するわね。また会いましょう。また会いましょう。また会いましょう。Emma leaves. Hello? Enjoy your white Christmas. Very much so. I'm glad. We'll be shutting off the snow at 1700. Ah, jeez. We'll be shutting the snow off the snow at 5.
along with the amusement park. If there's anything you haven't done yet, now is the time to do it. Figured I'd give you a heads up. どうしたの?お兄ちゃん。They'll be shutting off the snow at 5 p.m. and they'll be closing the amusement park as well. そっか。あと2時間だね。まあでも、めっちゃ楽しかったよ。でしょ、エヌ?はい。きっと一生忘れません。うん。私も。あ、先生、ルピーお姉ちゃん。Yeah? What is it? 2週間、とても楽しかったです。この思い出は絶対に忘れません。どうしたの?私、きっと雪が止んだら全部忘れちゃうと思うんです。そんな気がします。N、いきなりどうしたの?私、全部手帳に書いておきました。一つも残さず、忘れませんよ。絶対に。ルピーお姉ちゃんと先生が遊んでくれたこと、おいしいものを買ってくれたこと、新しいお友達を紹介してくれたこと、お母さんに会わせようと頑張ってくれたこと、絶対に忘れません。ダメ!ダメだよ。ね、ダメ、ダメだってば。ルピーお姉ちゃん。まだダメ。行こう、N。どこに行きたい？地上に行ってみる？海っていうのがあるんだって。大きな湖みたいなんだけど。雪がたくさん積もって山みたいになってる場所もあるって。それともあそこ行ってみる？ほら、あそこどこだっけ。ルピーお姉ちゃん大丈夫ですよ。もう十分です。もう胸がいっぱいです。だから大丈夫ですよ。ルピーは大丈夫じゃない。お兄ちゃん、行ってくるね。エヌをお願い。Okay. Ruby runs off. 先生、ルピーお姉ちゃんは本当にいい人ですね。That she is. まだ私に何か?N、あと少しで記憶が消えちゃうよ。会ってあげて。嫌です。私が耐えられそうにないので会えません。それでも会ってあげて。残りの短い時間だけでもいいから、 N に思い出を作ってあげて。私には一生の辛い思い出になるでしょうね。エヌが本当に何も覚えてないと思う?え?大丈夫だって。わがまま言ってもいいって言っても、子供っぽくしてもいいって言っても、大丈夫って言うだけなの。私たちの様子がちょっと変なだけで、あんな小さい子が大丈夫って言うの。覚えてるんだよ。自分がわがままを言って子供っぽいことをした時に、誰かが困り顔してたことを。今も大丈夫って言ってた。めっちゃお母さんに会いたいはずなのに大丈夫って言ってるんだよ。私たちを困らせないために無理やり笑顔で大丈夫って。から来て。ただをこねても子供っぽくしても、いつも笑って受け止めてくれるお母さんがいるってことを見せてあげて。わがままを言える相手が N にもいるってことを。
見せてあげてよ。 The setting sun is refracted in the falling snow. I look at it. 先生、明日も私と楽しく遊びましょうね。 Sure thing. お母さんは、ああ、いえ、何でも。 N? Here she is.N? お母さん、こっちにおいで。久しぶりに抱っこさせて。 N runs and hugs Angelina. お母さん、会いたかったです。私も会いたかったわ。私、雪が降ってる間、本当に幸せでした。最後にお母さんに会えて、もっと幸せになりました。お母さんがごめんね。どうして謝るんですか？ただ全部ごめん。私は全部ありがたいのに。お母さん、私のせいですごく辛かったでしょ。わかります。お母さんがどれほど辛かったのか思い出したんです。でも諦めずにいてくれてありがとうございます。うん、お母さんは諦めてしまったの。 N のことを諦めたのよ。知りません。忘れちゃいました。覚えてませんよ。楽しかったことしか覚えてないみたいです。私を産んでくれてありがとう。 N も生まれてきてくれてありがとう。あったかい。心がとってもあったかくて絶対に忘れられないと思います。ごめん、ごめんね。あ、消えちゃう。お母さん大好きです。 N、 私も大好きよ。幸せだな。The snow stops. あれ？おばさん、どうして泣いてるんですか？大丈夫ですか？泣かないでください。大丈夫ですよ。悲しみよ、飛んでけ。 As the last lingering snowflakes fall, so do the last vestiges of memory. Slowly but surely the snow stops. And with the last falling snow, so does this short-lived Christmas miracle come to an end. Miracle snow end. 3 days later. 大丈夫ですよね。きっと大丈夫だよ。ミシリス最高の医療チームが見てるって言ってたから。でも3日も目が覚めないのは。もう大丈夫だって。お母さんらしい頼もしい姿を見せてよ。母親だから心配するんですよ。 We appreciate you doing this. We know it wasn't an easy decision. いいえ、私はあの子の母親ですから。10年でも20年でもあの子のそばにいますよ。この手帳、実は N と会ってしたことを全て記録していたんです。今まで見せていなかったのですが、これからは見せようと思います。毎日、もう逃げません。うん、ルピーも手伝うね。起きたわ。
ほら、出てきて。Anne? こんにちは、N。私が誰かっていうと。え？お母さんとルピーお姉ちゃんに先生まで、どうしてここにいるんですか？ Another miracle! もしかして一緒に遊びに行くんですか？それで私を待ってたんですか？Do you? じゃあ早く行きましょう。私行きたいところがあるんです。これは一体。 Anne grabs Angelina and Ruby's hands and runs off. How is this possible? さあね、雪が降っていた2週間の記憶が妊婦と完全に一つになったってことはわかるわ。ブラックボックス化して手を出せないのよ。So she's no longer eligible for memory wipes. いや、毎日リセットされるのは同じ。リセットしなきゃ死ぬのも変わらない。でも、ブラックボックス化した記憶はそのまま残るのよ。わけわかんないわ。It's a miracle. ふざけたこと言っちゃって。いや。それ以外に。しっくりくる言葉もないけど。You're not thinking of doing anything to Anne, are you? 何もしないわよ。手を出すことすらできないんだから。あのまま放っておくしかないわ。Thank you, Shue. ちょっと何？気持ち悪いんだけど。先生！先生も早く来てください！ I'm coming!早く行ってよ、騒がしいから。 I run towards Anne, who is waving to me in a distance. All the built-up snow from a few days ago has now melted away, but the memories we had together will never fade. Every last one of you will remain in my memories forever. Oh! Was this animation always here before?This is new, right? Was it? Drake doll? Miracle snow. Forever. I don't remember that animation. Was that something they showed to, you know, show off the fact that at the beginning of the event last year? My god, that's so bright. I don't know. But hey, either way, if that was new, cool. If not, either way, I like seeing it again. Although I think it might be. I don't know.But either way, thank you so much for watching the Christmas event again, this time with actually good voice acting instead of my terrible cringy self doing every single line of dialogue. I wish that they were gonna, you know, voice act it, they would have done it the first time, but it's fine. Got to re-enjoy it again. So gonna be anything's here, and I'll see you guys in the next one, which will be...Because I finally got her Christmas Ruby Dial and Miracle Fairy Snow on, and who I got from the first time this came out. So I'll probably end it with Anne, and so next episode will be Ruby. I'm so glad I can finally do that. Then Anne. After that, I may and or may not do Dala.And Emma, because those two I still have yet to do. And then we'll probably just wait until the event is over. Well, not over. Until the hard mode is out for the second event. And then we can have some fun in the second
Christmas events. You can only imagine what's going on in there, seeing as how it's a hot spring? Resort? Oh yeah, it's gonna be a lot of fun, so either way, till then, I will see you guys later.